松山のガン何キロ持ちですか。いやこれ多分奥側の話だと思うんですけど、奥側がやっと投げて154キロ出したっていう話なんですけど、松山ぼっちゃんスタジアムのスピードガンってちょっと盛り気味に出るらしくって、そこで154って実際どうなんだとは言われてるって話だと思うんですけど、まあ、何キロ増しかどうかはちょっと分かんないけど、それこそ阪神ドラ1の下村とかは最速155キロって言われてるけど、それ出したのがぼっちゃんスタジアム であと最速156の阪神ドラフト2のシーバ、徳島ユニコソックスのが159キロ出したのも松山らしいんですけど、松山は盛られてるらしいんで、まあ、実際どうなんだってのは言われてるっていうのから僕は知ったんですけど、ちょっと早いらしいっす。だから、まあ、154はまあ言い過ぎとは言っても、でも150は出てるんじゃないか、さすがに150は出てると思いたいですけどね。いや奥側じゃあやっぱ復活してほしいな。いや案外いけるんじゃないかと思ってるけど、来年どうすか、わかんないけど、いや僕はまあなんとか回ってほしいからね。次ってあんのかな、今年。多分今年の次は僕ないんじゃないかな。なんかこの投げる前の報道の出方からしても、まあその今日か昨日か、投げれるか投げれないかで、まあ、来年の迎え方が変わってくるっていう話をすごい強調してたから、もう今日投げれなかったらもう来年まで登板がないんじゃないかなっていうのはあるんですけども、まあ、投げるなんだからさ、僕ね、どうでももう、でもなんかあんま、なんか信用というかな、でも奥側に対して別に、まあ、全幅の信用はしてないけど、信用はしてないけど、でも計算に入れないと優勝はできないと思うけどな、やっぱ2022年優勝しましたけど、あの年なんで、じゃあの年結局先発良くないんだよな。あの年先発良くなくって、まあ、村上とリリーフで勝ったみたいなもんだから。